ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回はこちら、OCN モバイル版。昨年、マサルもこちらからたくさんのスマートフォンを購入しましたが、このお得な OCN モバイル版の方で、セールがスタートしましたので、ご紹介します。セールは本日1月13日スタートとなります。そして、期間限定セールになりますので、もちろん終了もあります。終了は2月6日月曜日まで。 注意点としましては2月6日月曜日は午前11時までとなりますのでこの最終日に限りましては夜に買い物をしようとしてももうセールは終了していますので注意が必要ですこのセール概要とそして今回どのモデルがセール対象になっていて価格は一体いくらになるのかその辺の詳細をご紹介します まず繰り返しになりますが、セールの期間としては1月13日から2月6日午前11時まで。期間限定のセールとなっており、このセールはスマートフォンと同時に OC のモバイルワンを契約することによって、スマホ代がかなり安くなるというセールになります。具体的にどのモデルがセールになっているかといいますと、もうこちらのページの方にその詳細が掲載されています。 ここに赤くセール特化となっていますのがセール対象商品となりますまた今回は Android 端末だけでなく iPhone もセール対象になりますのでもし iPhone が欲しいという方はそっちらの方も後半ご紹介しますのでぜひ参考にしていただければと思いますではまずは今回セール対象となっている Android スマホの方からご紹介しますセール対象はこちら まずは E32S 今回セールになるモデルの中でもこのモデルともう一つ OPP-A77 というモデルが最安のモデルとなりますスマホ本体がいくらになるのかといいますとこの元 E32S は1100円となります ついでにご紹介しておきますと同じく Oppo の A77 につきましても今回のセール期間中購入しますと1100円でスマホ本体を購入することができますスペック的にはどんな感じなのかと言いますと決してスペックは低いわけではありませんこちらが元 E3 2 s の主なスペックとなりますがディスプレイサイズも6.5インチと大画面でカメラも3眼カメラ メインセンサーは1600万画素それに加えマクロなどの200万画素もついています若干このカメラ部分の性能につきましては高画素なセンサーはついていませんが必ずしも高画素のセンサーがついているから画質がいいというわけではありませんのでこの辺は十分と言いますバッテリーも 5000mAh と大容量のバッテリーが搭載されているほか RAM4 ギガ、ROM64 ギガとメモリも最低限必要な容量も搭載しています また、おそらく最安クラスかとは思いますが、防水にも対応したモデルということで、このモデルは水がかかるような場面でも使うことができるモデルとなっています。今回1100円で購入できますが、決してデザイン的にも安っぽい感じはなく、見た目も良く、カメラもように実用的なカメラが搭載されているほか、OS も Android 12搭載した状態で発売されます。 なお CP の方をまだご紹介していませんでしたが CP はこちらメディアティックのヘリオ G37 ということでこの G が入るのはまあまあスペックが高いシリーズになりますので処理性能的なところにつきましても極端に遅いということではなく十分実用性のあるスペックとなっています注意点としましてはやや充電速度が遅いということで えー、5000mAh を朝の短い時間で一気に充電したいということは対応できませんので必ずその辺充電に多少時間かかるということは注意が必要ですがそれでも十分実用的な速度で充電できますあとはディスプレイが6.5インチで解像度が 1600×720 ドットとなっていますのでハイエンド機種と比べますとこちらピクセル密度がやや荒くなってしまいますが、まあ、それでも 一般的なタブレットと比べますと十分高解像度ですので、こちらは特に気にならないかと思います。こういった注意点はありますが、なんといってもこのモデル、今回1100円で購入できるモデルとなっています。そしてもう一つ同じ価格で購入できるモデルがあります。それがこちら、OPPO A77 というモデルになります。こちらに関しましては、若干スペックは低いです。 A77 はマサルも今使っていますがちょっとメイン端末として使うにはやや処理性能が低いというところはありますですので重たい処理をしたければこのモデルは選ばない方がいいということになりますが何といっても今回1100円で購入できますのでサブ機として購入するというのがあれば、まあ、十分ありと言えます意外とこのモデル CPU の性能は遅いんですが 実はそれ以外のところはまあまあ力が入っており例えばカメラメインカメラは5000万ガスと高画素のセンサーが採用されていますまたストレージ容量もこのエントリーモデルの中では珍しくデータを保存できる ROM の部分が128ヤーと大容量のモデルとなっていますまた意外と充電速度が速く ななモデルでははありまますすがこういいっった充電前実用性能は高くなっていますバッテリー容量自体も 5000mAh ありますのでこちらも十分23日は余裕で充電せずに使えるモデルとなっています OPPO の製品ですのでイントリーモデルとはいえデザインも十分高級感のあるデザインとなっていて最新の iPhone 風のやや角ばったデザインとなっています ということで、どちらのモデルがいい、えー、ということではありますが、先ほどのモデルはストレージ容量が64ギアでした。こちらは128ギアありますので、たくさんのデータを保存したいという方の場合は、この o p e 7を選ぶ方がいいということになります。以上、今回、セール価格で販売される最安クラスのモデル。モトロラの MOTO E32S、それから OPPO A77、今回1100円で購入できるモデルが以上となりますただしやはりこのチャンネルをご覧の方はもっとスペックが高いモデルが欲しいという方も多いかと思いますのでその他セール格で販売されていますミドルレンジ以上のモデルそちらもご紹介しておきますまずは今回ダントツでスペックが高いモデルがこちらこれは昨年末発売がスタートしたばかりの最新製品 シャーミの Pro このモデルも今回いきなりセールとなりますセール価格は7万0千円とかなり高いように思うかもしれませんがもしこのセールを適用しない状態普通に Amazon などで販売されているこのモデルを購入した場合は価格が10万円しますですので7万0千円でも十分安いと言います そもそもこのモデル価格が高い理由はどこにあるのかと言いますと主に2つありますまずはカメラ性能がとても高いということなんといってもこのメインセンサーは2億画素のセンサーを搭載しています一般的なスマホのセンサーの大体いい5倍以上の高解像度のセンサーを採用しておりもちろんこの画素数が多いからといって撮れる写真が 一気に綺麗になるかというとそうではないんですが拡大していっても緻密な描写を楽しめるという意味ではスマホでミラーリス1時間並みの高解像度の写真が撮れるというのは大きなメリットで言いますまたあこのモデルはその他の国内でのサービス例えばお財布携帯防水こういった国内モデルに必須と言われているサービスにも対応しています シャアミの製品は全てのモデルがお財布携帯に対応しているわけではなく、またシャアミ以外の海外メーカーのモデルも割とお財布携帯、非対応のモデルが多いんですが、このモデルはきちんと対応しています。あと、なんといってもこのモデル、CPU がとても高速な CPU が採用されています。スナップ g ゴン8プラス Gen1 が搭載されます。この8プラス Gen1 は2 0 2 0年発売された ゲーミングスマホなどにも採用されるとても処理性能の高い CPU となっていてこのス r ップ o ン8プラス Gen1 を搭載したモデルで7万円台で購入できるというのは他社のモデルも含めて最安クラスの価格ですのでとてもお買い得なモデルといえますデザインも最新の Xiaomi のデザインこのカメラはやや出っ張った四角形の枠の中にカメラを格納したデザイン この最新のデザインが採用されていて、シャ a w i のハイエンド機らしいデザインも性能もとても高い次元のモデルとなっています。あとは当然こういったハイエンド機種ですので内蔵スピーカーの音質も高く、全方面で妥協のないモデルとなっています。こちらが今回、7万0千円で購入することができます。 あともう一つ、このモデル、特徴的なところがありましたので、そちらもご紹介しておきますと、充電性能です。このモデルはとにかく充電性能が高く、120W での充電、ハイパーチャージに対応しています。バッテリーが空の状態であっても、たった19分で満充電まですることができますので、充電をよく忘れてしまうという方、朝の忙しい時間、少しだけ充電するだけでも、十分余裕で1日分は充電できますので、 この辺もやはりハイエンド機種らしい特徴と言えます今回ご紹介するモデルの中でも特にスペックにこだわりたいという方の中はこの s h a r ト y 2 8 0 Pro これがダントツでおすすめのモデルとなって言いますあとはいえさすがにセール価格とはいえ7万6000円も出せないという方におすすめなのがこのシャープのアコースセンセブンです こちらは先行してキャリアモデルが発売され、後に SIM フリーモデルが登場しました。今回セール対象となっていますのは SIM フリーモデルですので、とりあえず今回は OC のモバイルワンの SIM カードで運用し、また別の格安のサービスを見つけたら SIM カードを差し替えて乗り換える、そういうことも可能なモデルになります。もうこのモデルはご存知の方も多いかと思いますね。 まず、このシャープのアクオースセンスシリーズというのはシャープが販売していますミドルレンジモデルです。実はシャープが販売しているスマホの中でも一番人気の高いシリーズとなっています。そして今回はミドルレンジモデルではありますが、ハイエンド機種に搭載されるようなレベルの高いカメラが搭載されていて、 本来はカメラ性能というのは上位機種に要求するような部分がありますが、このモデルはミドルレンジモデルでありながら、ハイエンド機種並みの高画質の写真などを撮ることができます。まずざっとスペックの方をご紹介しておきます。まず CP ですが、CP はこちら、q u a l c o m のスナップアゴン695 5G が搭載されます。また、メモリ周りは、 ラムが6イヤー、ロムは128イヤディスプレイは6.1インチで2430にかける1080ドット。ミドルレンジモデルとしては珍しく高画素のディスプレイを搭載しています。バッテリーは 4570mA、ah。最大の特徴でもあるカメラはメインセンサーが5030万ガスのセンサーで、このセンサーは センサーサイズ自体も一般的なスマホのカメラよりも一回り大きなセンサーが採用されています当然シャープのスマートフォンですので防水にも対応しておりまた国内でのサービスお財布携帯にも当然対応していますのでメインスマホとしても十分使えるモデルとなっています 昨年発売された際はキャリアモデルしかなくまたシムフリーモデルもまあまあ価格は高かったので購入を見送っていたという方も多いかと思いますが今回のセール期間中に購入しますとこのモデルが29,700円で購入できますもしスペックと価格のバランスが取れたモデルがいいという方はこのモデルが今回一番おすすめとも言えますあとはそれ以外に Android s n で言いますと Nothing for One こちらも今回セールとなっています。背面が光るデザインが特徴的なモデルとなります。そしてやはりスマホというと iPhone の方がいいという方も多いかと思います。今回一部のモデルではありますが iPhone もセールになっていますのでご紹介しておきます。iPhone につきましては新品ではなく整備済みの製品となりますが。 それとは別に新品の iPhone につきましてもセール価格で販売されてきましたので、とりあえず今回は新品の iPhone のみをご紹介しておきます。今回セール対象となります新品の iPhone としては、iPhone SE の最新モデル、第3世代の iPhone SE。それはこちら、最安モデルで39,600円で購入することができます。あとはこちら、iPhone 13。1世代前の最新の iPhone。 こちらは一番下のモデルで言いますとこの13ミニが一番安く7万7千円13ミニではない方が9万0 0円こういったセール価格になっていますやはり13シリーズになりますとまだ発売されてから1年近くしか経っていないということもありますので価格は高いですが iPhone の中でもエントリーモデルに位置する iPhone SE 第3世代であれば なんとか3万円台で購入できるモデルもありますのでもし従来のホームボタンがついている iPhone がいいという方よりコンパクトな iPhone がいいという方そういう方はこのモデルがいいですがこの iPhone SE につきましては実は iPhone 向けの最新の機能が一部使えなかったりもします、まあ、そもそもユーザーインターフェースも古いホームボタンを押してホーム画面に戻るようなシリーズですのでもしかしたら 人によってはもうこの iPhone 13の方、こちらの方を買った方がいいかもしれません。ただしい、価格は一気に倍以上してしまいますので、その点は注意が必要です。もし価格が安いモデルがいいならば iPhone SE、こちらを選ぶ。より最新の機能を使いたいという方は、価格は一気に上がってしまいますが iPhone 13シリーズを選ぶ。そういう選び方がいいかと思います。ということで、いかがだったでしょうか 今回は OC のモバイル版の方で2023年初となるセールがスタートしましたのでご紹介しました割と全体的に見ていきますとやはりアンド o イドスマホがかなりお買い得ないように感じます人気のシャープアッコスセンシリーズの最新モデルだったりシャーミの最新のフラグシップモデルシャーミ 12T Pro がセールになったりと特にアンド o イドモデルは見どころの多い端末が多いのが特徴です もし興味ある方は、こちら OC のモバイルアン。こちらの方でちょうど現在、今回ご紹介しましたセールが開催されていますので、SIM カードと同時に購入する必要はありますが、もし今回ご紹介した中で気になるモデルありましたら、この機会に契約してみるのもいいかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。